1607年、バージニア州のジェームズタウンは、英国人が初めてアメリカに入植した場所である。だが、入植者たちの多くは裕福で重労働に慣れていなかったため、過酷な新しい環境に馴染めず、狩りの仕方や農作業の方法をほとんど知らなかった。また彼らは、助けを申し出た先住民を利用したり、虐げていた。よってジェームズタウンの住民はすぐに孤立してしまい、安定して食料が手に入らなくなってしまった。この時期は飢饉に襲われ、1609年から1年ほど続き、住民の約8割が病死や餓死したと推定されている。そしてなんと、この絶望的な状況で生き残るために住民たちは食人行為を行っていたとの報告がある。とはいえ、これまでその証拠となるものは発見されていなかったが、2012年、町の遺跡で人骨が見つかり、報告が事実であったことが判明。骨はジェーンと名付けられた14歳の少女のもので、犬や猫、馬やネズミなどの動物と一緒にゴミ箱に捨てられていた。動物は食用として屠殺されたものであろう。彼女の骨を調べてみると、頭蓋骨に複数の切断痕を確認。亡くなった後につけられたようで、頭頂部や頬などに不器用な傷跡が残っていた。犠牲になった数は不明で、研究者はジェーンだけではないと考えている。開拓者は常に死と隣り合わせで、人間性を捨てざるを得ないような状況がたびたびあったのであろう。2012年3月、ダブリンの守護聖人である聖ローレンス・オトゥールの心臓が盗まれた。1161年、ダブリンの大司教に任命された彼は、町の秩序維持に貢献し、アイルランド修道会を改革。また、ノルマン人侵攻の際に平和維持に尽力し、1180年に他界、1225年に聖人となった。ハートの木箱に封印されたその心臓は、鉄の檻の中に入れられ、大聖堂で展示されていたが、2012年、檻がワイヤーカッターでこじ開けられ、心臓は盗まれてしまった。生物として、大変貴重なものだが、金銭的な価値はほぼなく、なぜ盗まれたのか不思議であった。そして6年後、警官がダブリンの公園で心臓を発見。大した傷もなく無事であった。おそらく泥棒は呪われていると思い、捨てたのかもしれない。2018年11月に心臓は再び展示され、現在は専用の囲いで守られている。2019年、シベリア在住のクバシャさんは、自宅を拡張するために庭を掘っていると人骨を発見。かなりたくさん出てきたので、骨を袋に詰めたが、袋はどんどん積み重なっていった。一つの頭蓋骨を見つけたら、次々と出てきて止まらなくなったという。10月には60体分の骨を発見したとニュース番組に伝えた。だが一番の疑問は、なぜ大量の骨がこの場所にあるのか。報告を受けて政府から派遣された専門家によれば、ここは1930年代の集団墓地であるという。当時はスターリン政権が政敵を投獄し虐殺を行っていた。スターリンは彼に反対する人々をグラグと呼ばれる強制収容所に連行し、わずかな食料しか与えず、14時間の強制労働をさせていた。餓死や病気、過労などで亡くなり、処刑も日常的に行われていた。クバシャさんは政府に回収作業を手伝ってほしいと何度か支援を求めたが、資金や人がいないと断られた。ただ、集めた袋は引き取るから心配ないとだけ言われたという。
2009年、スウェーデンの学者が、かつて湖だった場所で、石で封印された墓を発見。囲いを砕いてみると、約8000年前、子供を含む11人の頭蓋骨が現れた。調査を始めると、さらに不気味な事実が判明。この11人は、頭部を突き刺され、燃やされて墓の中に封印されたようだ。また、一つの頭蓋骨には別人の骨の一部が入れられたものもあった。古代の儀式によるものか、戦利品として持ち帰ったものかは諸説あり、確かなことは分かっておらず、彼らがどのような運命をたどり、ここに埋められたのかは不明である。1971年、中国湖南省で紀元前2年に古墳が発掘された。古墳には前漢の政治家、李相と妻子が埋葬されていたが、考古学者は秦椎夫人の埋葬場所で驚くような光景を目撃。謎の白い液体につけられた2100年前の遺体は、つい先日亡くなったばかりに見えるほど状態が良かった。まだ関節は柔らかく、髪やまつげも揃っており、静脈には血が残っていた。解剖を行い、臓器を取り出した医師は、死因が心臓発作であったことを確認。心椎は16メートルほど掘られた穴の底に眠っていた。驚いた科学者は、穴に満たされた液体を調査することに。液体からは水銀が確認されたが、触ると手がかぶれ、さらには空気にさらされた液体が茶色に変色したとの報告がある。古代中国では水銀は不老不死の秘薬と考えられていたが、水銀がこの遺体を2000年以上も保存してきた原因なのかは未だ定かではない。現在はネットでバーチャルに観光できる時代であるが、2020年10月、英国の国立森林公園は公式サイト上に大変珍しいものを公開。ハーバーグリフと呼ばれる木彫り文字が100点以上確認でき、シェイクスピア時代のものもある。イニシャルや名前、日付や政府の印、魔術の模様などが見られるが、一番目にする彫り込みは上を向いた矢印で王の印と呼ばれている。怒りを表した印は19世紀初頭、造船用にイギリス海軍の所有を示すものとして刻まれた。この円を魔女が悪霊を払うために描いたと言われている。また第二次大戦中に米兵が記念として彫ったものもある。木彫りの文字は森林公園の長年の伝統であるとはいえ、現在では禁止されており、訪問者には決して掘らないようにと警告している。古代の多くの社会で意図的に頭蓋骨を変形させていたことが確認されているが、中国でも見つかったようだ。2019年、吉林省にある新石器時代の遺跡で、1万2000年前から5000年前の変形頭蓋骨が11点見つかった。この風習は世界各地で何千年も前から存在し、オーストラリアで最も古い1万3000年前のものが見つかっているが、それ以前から行われているかもしれない。この遺跡では7000年にわたり、この風習が行われていたことが確認された。考古学者によれば、このような細長い頭蓋骨は、位の高い階級で行われていたと考えられており、墓には通常よりも貴重品が共に埋葬されていることが多い。なぜこのような風習が存在したのか、まだ完全には解明されていないが、何らかの特権的な意味があったことは確かであろう。ギガス写本は13世紀初頭にボヘミアで作成されたと言われ、
悪魔の聖書とも呼ばれている。高さ92センチ、幅50センチ、厚さ22センチ、重さは75キロあり、310ページある中世最大の写本で、子羊や老婆、160頭の皮で製本されているという。重くて二人で持ち上げるのも大変である。悪魔の聖書という名が示す通り、この本には不気味な言い伝えが存在する。この本は誓いを破り監禁された修道士によって書かれたと言われ、彼は辛い刑罰から逃れようと、もし一晩だけ時間を与えてくれれば、国中がこの修道院を称えるような素晴らしい本を作ると神に誓った。だがすぐに朝まで本を完成させられないことに気づき、そこで彼は代わりにサタンに語りかけた。もし悪魔が朝までに本を完成させることができたら、自分の魂を捧げると誓った。そしてサタンは本を完成させ、自画像で証明したという話が残されている。だが、この本がどのようにして作られたのかは未だ謎であり、正確には分かっていない。研究者によれば、この本を完成させるには20年以上はかかるが、筆跡を分析した結果、この本は一人の著者によって書かれたもので、筆跡は全く変化しておらず、気分や疲労、老化などによる変化も見られないという。20年以上書き続けたものであれば、必ず筆跡に変化が現れるはずで、ましてや一人で書いたものであれば、なおさらであろう。未だ謎に包まれた聖書であるが、ちなみに30年戦争中の1648年、スウェーデンが戦利品として持ち帰り、今はストックホルムのスウェーデン国立図書館が所蔵しているが、一般には公開されていない。2019年末、英国のコーニッシュで激しい嵐が通過後、海岸でドイツの戦艦 SV カールの残骸が大量に姿を現した。この船は第一次大戦中に露獲され、1917年英国海軍が鉄くず目当てに解体するため、ロンドンに曳航していたが、嵐になり岩礁で動けなくなり、牽引船から外れてしまった。専門家が船体の無事を確認し、タグボートで引っ張り、二度離礁を試みたが動かず、結局戦艦はその場に放棄され、そのまま砂に埋もれてしまった。とはいえ、残骸の一部は冬の嵐後に何度か姿を見せていたが、戦艦のものとは確認されていなかった。ちなみに400キロに及ぶコーニッシュの海岸線には推定6000隻の難破船が存在するという。